その時のことは忘れられぬ。町の人間は目の色が変わった。いや、例えで言ってんじゃねえ。ほんと目の色が違ってたんだ。ここが泊まったのは正味5日。え、6日？俺がそう言っとったか。そうだったかね。まあいい。山の人間はまだ平気だったが、町は狂った騒ぎになってな。無法なんてもんじゃなかった。だからな、どんなに不自然で無茶だって、俺たちの仕事はルクスに生きる者にとって大切なことなんだってことよ。なあ、わかるかい？目の色が違ってたんだよ。けどな、そん時の町の人間の目の色は、そん時初めて変わったんじゃねえのかもしれん。